佐藤式リンパケア考案者の佐藤です。今日はですね、人中、人中とも呼ばれますけども、ここを短くする施術についてお伝えしたいと思います。ここビヨーンって伸びてきて、まあ僕も随分長かったんですけども、ちょっとはまあ短くなって、これ個人差あると思うんですけども、これはですね、この辺の筋肉がベローンと下がってくることによって起こりますので、これを根本的に良くしていきましょうという話です。まずここを短くしたいんで、この筬肉で、後筬ですね、この頬骨とここの筬肉 をこう上下にリリースです。みんなこれをね、ギュッと上に上げるとこの筬肉を収縮してしまいますから、筬肉を緩めたい場合は、筬肉っていうのは引っ張ってもこう引っ張っても無理で、ここの横の部分に刺激を与えてやる、ここトン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 ってして、場所をね曖昧でいいんですよ。ポン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 として、ここをピピピピピピってやると、これだけで筬肉は緩みます。そしてスススッとこう撫でてあげると、ここの部分がキュッとこっちに上がってくるんですね、頬骨がね。じゃあ、触れる場所としては頬骨とエラと触れて後に、そう、あとスササッて、これでリンパが流れます。毛細リンパ血管が流れるってことがすごく大切なので、ここもトン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 。これトントンしてる強さってどれぐらい？トントンめちゃくちゃ弱くです。できるだけ限り弱くでいいです。弱ければ弱いほどよくって、もう本当に皮膚動かないぐらいでよくって、みんな、まあ、強くても構わないんですけどね、トントンは、でも弱い方が神経っていうのは敏感になるようにできてますので、弱い方がいいということですね。これそしてこう、まあ、こう撫でてあげるっていうことをして、撫でるのもどれぐらいなの？撫でるのも本当に皮膚が動かないように撫でる。ものすごく弱いんです。毛細リンパ管が開きたいだけなので、毛細リンパ腱というのは 0.02 ミリしかありませんので、そこ のパカパカって、そこの外側、外開きの内皮細胞っていうのをこうパッ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 と開いていくだけなので、もう本当に皮膚が動かないような 0.01 ミリだと動きすぎなので、 0.0 何ミリ動くっていう感じなので、本当にサササッと撫でるぐらいです。これで上がったら、今度はいいですかね、口角下制筋、ここからこれね、ボトックス打つとこなんですよ。これでキュッと口角が上がることによって、ここを持ってピッピッピッって引っ張ります。ここの口角、ここもね、いい加減でいいんですよ。この口角を触って下にピッピッピッって引っ張ると、これで筋肉緩みます。すぐ上がるんですか？これだけで上がります。上がってますね。ピッピッピッって、で、撫でるで、こっちもピッピッピッって引っ張ります。そして撫でる、これだけです。で、これで上下に軽くリリースしてあげて、ニッと洗ってリリースしてあげて、深呼吸。そうするとギュッとこっちの口角が上がります。で、こっちも一緒ですね。こっちもギュッと。この準備がね、結構長いですけども、人中の場合は。で、ここピッピッ、ここピッピッピッってやってから、こっちもピッピッピッって言って、撫でる撫でる。で、上下にキュッと、軽、本当にこれも優しく皮膚が少しずれるぐらいで、どちらかというとニッて洗ったものを下から支え上げるぐらいの感じですね。これで落ちないようにして、力抜いてふーふーふーってやると、こっちの口角もキュッと上がってですね、今度はこことここはできましたんで、ここの上唇虚筋という筋肉を、こうゆらゆらゆら、これ奥の筋肉なのでね、ゆら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 ってして、なでほうれい線のあたりを押さえて、そうですね、ほうれい線のここの頬骨のここ下から、ここの口輪筋についてる筋肉をこうゆら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 って、こうほうれい線の上を揺らしてるみたいな。そうですね、この触ってるところをこうゆさゆさ揺らしてる感じです。これで上唇虚筋が緩んで、スススススッと撫でる。そしてここもピッピッて引っ張って、ゆらゆらゆら、スススススススって撫でてあげると、ここの部分が、ここがギュッと上がって、ここがギュッと上がりますから、ここの部分が短くなっていくという形になりますという形ですね。これね、本当に強くやるんじゃなくて、今ここはポッカポッカしてます。めちゃめちゃポッカポッカしてるのは、血流が良くなったわけではなくて、今この縮んでた筋肉に酸素と栄養素が入って、筋肉っていうのは ATP っていうエネルギーが産生されることによって、わーっと緩んでいきますので、血管の中の赤血球は、
ミトコンドリアって熱を発生する器官がありませんので、筋肉が発生するとわーっとあったかくなって血流も良くなっていきます。でも目的は血流を良くするっていうことよりも、リンパ管と血管を開いてここの老廃物がなくなって筋肉がふわっと緩むことでここがぐっと上がって、面白いようにこの上にある筋肉は緩むとぐっと上に上がって、下にある筋肉は緩むとギュッて上に上がるんですね。どっちにしても筋肉は緩むと上に上がりますので、そうなんですね、はい、そうなんですね。今わーって今顔があったかくなったね。これはあったかくなったことや、まあ、ちょっとした変化を感じることでより効果が上がります。で、気持ちよさわーって感じてください。これをすることでどんどんと効果が上がってきます。気持ちよさを感じてもう一回やっていただくとさらに効果が上がっていきますので、まあ、今度はまあ抗菌は置いといてここだけやってもらっても OK です。ピッ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 、本当に広角下生筋をやってもらったり、この上伸胸筋だけ細かい筋肉ですね、このメインの大きい筋肉をやった後でジャイアンを動かしてからスネを動かすっていう形になりますので、ボスキャラは何かっていうと咀嚼筋になります。咀嚼筋というのは噛む時の、もう我々が扱う、歯医者が扱うような、あ、この抗菌とかっていう奥の筋肉をやってからこの表情筋っていうのを扱うと楽勝で動くようになりますから、なかなかこれ他の美容家が言っていないことですので、ぜひやってみてください。今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画ね、良かったなと思ったら高評価ボタン、それからですねコメント返すようにしますので、コメントよろしくお願いします。それからですね、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。